第6話連環の刑。検定をさらうようにして長安に都を移した董卓は、今度は25万の妊婦を動員し、200里ほど離れたところに美羽城を建てた。その規模は工場に匹敵するものであった。さらに董卓は民間から金銀財宝の献上を強制する800の使者を挑発し、自分の宮殿に住まわせる。積み上げられた食料に至っては20年かかってもなお余りあるほど。こうして董卓は美羽城と長安の間を半月に一度、あるいは月に一度往復するようになった。都の出入りには宮廷騎馬兵に警護させ、皇家百官に送り迎えさせる。その威風は人々をいずくめるものであった。ある日董卓が百官を招いて酒宴を張った。その席に呂布が入ってきて、董卓に 何事か耳打ちした。うなずいた董卓がにやりと頬をゆがめる。百官は顔を見合わせ、不吉な予感に押し黙った。董卓が声を張り上げた。大臣長恩を切り捨ていい。呂布が長恩を宴席から引きずり出させた。やがて長恩の生首を乗せた赤い盆が宴席に運び込まれた。並みいる百官は色を失った。だが常と変わらぬ董卓は笑みまで浮かべながら長恩を切ったいきさつを話すのであった。長恩め、演術と結んでわしを殺そうとした。うまいこと演術の密書が手に入っての。元老王院は家に帰ってからも昼間の出来事が頭にちらついて離れない。眠れぬままに杖をつき月明の庭に出た。他の大臣たちもいつ董卓の毒牙に倒されるかわからぬ。見ているだけで何もできぬ自分がもどかしい。官庁の将来を思えばいよいよ心が沈む。振りあおぐ王院の方を涙が伝った。その時庭の東や牡丹亭のあたりで悲しみに暮れる短足の声、はて今自分と王院が近寄り伺うと、歌姫の長生が一人たたずんでいる。幼い頃から屋敷に置き我が子同然に可愛がってきた女である。そなたこんな夜更けにどうしたのじゃ、何か訳でもあるのか。声をかけられて長生はびっくり慌ててひざまずく。長いことお世話いただいたご主人様がお国のことで深くお悩みのご様子、か弱い女の身では何のお力にもなれず、それでつい短足したのでございます。王院は自分のことをここまで案じてくれる長生に深く心を動かされた。そなたが案じてくれようとはの。長生をしげしげと見つめていた王院はふと思いつくことがあった。そなたちょっと部屋まで来なさい。王院の言葉に緊張した面持ちの長生が従う。部屋に入ると長生の前に王院がひざまずいた。目には涙あふれて、さらに床に頭をつける。お役に立つなら死をも辞さぬ覚悟、何なりとお申しつけくださいませ。知っての通り董卓は虫けらのごとく人の命を扱う。董卓と養子の呂布はそろって女好き。そこで朝鮮よ、そなたをめぐってこの親子の間を引き裂いてもらいたいのじゃ。つまり連環の経営だ。朝鮮と呂布、朝鮮と董卓、そなたを中心に輪をつなぎ、二人の男を憎み合わそうというのじゃ。王院は切々と訴える。王院は秘蔵の宝玉を散りばめた金の冠を作らせると密かに呂布に送った。使者が帰って言うのに呂布様は大変に喜ばれ、ご自身でお礼に上がりたいとのことです。計画の賭博地が開いたのである。あくる日、王院が首席をしつらえて待っていると、果たして呂布がやってきた。まず上座に迎える。呂布が、私は董卓閣下に仕える一部将、それを一国の大臣であるあなたの前で上座などととんでもない。王院が、今天下の英雄といえばあなたお一人、官位など問題ではございませぬ。私は将軍の際に敬服しておりますと陰陰に酒を勧め、董卓閣下の功績も呂布殿の武威あってのこととおだて上げる。呂布はいよいよ調子づき、心を開いて杯を重ねる。はい、ニットさんこんばんは。いい加減酒が回った頃、王院は侍女数人を残して人を下がらせ、我が娘に来るようにと言いつけた。しばらくして二人の侍女に貸し付かれ、朝鮮が現れた。
呂布が目を見張った。天下にこれほどの美女がおろうとは。王院が言う。将軍とはもう他人の仲とは思えませぬ。それで娘を呼びましたので。娘の朝鮮にございまする。そして朝鮮に、娘よ、将軍にたくさんお過ごしくださるようおすすめしなさい。我ら一家は将軍お一人が頼りなのだから。はい、お茶ありがとうございます。呂布はいよいよ杯を重ねる。目は朝鮮に釘付けである。呂布は朝鮮に座るよう言う。朝鮮が恥じらって座を下がろうとする。王院が引き止める。いいからそこに座りなさい。王院が、この娘を将軍に嫁がせたいと思うのですが、いかがなものでしょう。呂布が、それはそれは願ってもないことです。生涯ご恩に来ます。酒席が終わっても呂布は座を立とうとしない。王院が、それでは吉日を選びまして娘を送ることにいたしましょう。と言うとやっと立ち上がり、感謝の言葉を連ねて帰っていった。出た、つつもたせの計。結構ありますね。これ何回かありますね。はい。数日して呂布がそばにいないのを見澄ました王院は、董卓に、明日、閣下を我が家にお招きしたいのですが、いかがでございましょうか。と誘いかける。董卓は、せっかくの招き受けようぞ。あくる日の昼、武装兵に守られて董卓がやってきた。王院が礼服をつけ迎えに出た。董卓が座につくと王院が、閣下の徳は今や天下にあまねく、まこと孤にまれなるものでございます。董卓は心満ち足りて微笑みを絶やさない。あまり見たくないけど。すでに日も傾き、董卓は水眼である。さらに奥の部屋に席を改めた王院は、酒を継ぎつつささやきかける。今の天使は新種の規制にかけ無能です。一日も早く閣下が取って変わらねば。ひげをしごいた董卓。そうなれば貴公は第一の元君じゃのう。部屋はランタンのほのかな光に包まれる。王院が、屋敷には歌姫を置いておりますが、お慰みにご覧いただけましょうか。董卓がうなずく。王院が水を下ろしたのを合図に、楽が流れ、朝鮮のあでやかな舞姿が見過ごしに映し出された。舞を収めた朝鮮を董卓が招く。朝鮮が部屋に入ってくる。パッと部屋中が明るくなった。この美しい娘は一体何者ぞ。思わず董卓が王院に聞いた。そちの名は。はい、歌姫朝鮮でございます。早くも王院は董卓の心を読んだ。この娘を閣下に献上いたしたく思いますが、お受け願いましょうか。董卓は、かたじけない。そのようなお心尽くし、何をお返ししたものやら。王院はすぐに馬車を用意させ、先に朝鮮を董卓の官邸に送った。董卓も追いかけるように帰るというので、王院自ら官邸まで送っていった。その帰り道、途中まで来るとランタンの明かりが見え、呂布が矛を手に馬でやってくるのに出会った。馬を降りた呂布が王院につかみかかる。朝鮮を嫁にと言いながら閣下に献上するとは。こんなところで拙宅へお越しくだされ。家に着くと王院が釈明する。閣下は娘が将軍に嫁ぐと聞いて今日お越しになられた。娘を見るなり本日は行動吉日。わしが連れて帰り呂布に嫁がせようと言われる。私がどうしてこのお言葉に反対できましょう。呂布は自分の不明に恥じいった。長老のお言葉を疑い深くお詫びいたしまする。王院は呂布を送って出ると追いかけて、いささか嫁入り道具も用意しておりますゆえ、将軍に嫁ぎましたならすぐにお届けするといたしましょう。呂布は深く詫びて帰っていった。その足で呂布は官邸の董卓の官邸を訪ねたが、すでに門は閉じられている。家に帰ってつらつら考えるが、王院の言うことはもっとも。ただ董卓が何を考えているのかわからない。思いは知事に乱れ、夜は一夜まんじりともしなかった。夜が明けて呂布は取るものもとりあえず董卓を訪ねる。寝室の裏に回り、
窓から様子をうかがうと、窓のところで朝鮮が紙に櫛を入れている。窓の外の池に人影が映っているのに気づいた朝鮮。見ると両夫である。朝鮮は顔をしかめ、眉根を寄せて涙を浮かべ、身も世もなく悲しんでいる様子。両夫の心は真っ二つに立ち割られたよう。すぐに部屋に駆け込みたかったが、董卓に気づかれるのを恐れた両夫、憤懣やる方なく立ち去った。朝鮮に溺れた董卓は一月余り政務も見ない、とうとう床に伏してしまった。朝鮮は根もやらずに看病する。その献身ぶりに董卓の寵愛はいよいよ深まるばかり。呂布が病気見舞いを口実に董卓を訪ねる。董卓は眠っていた。寝所の後ろで朝鮮が自分の胸を指さし、また董卓を指さし、そして背中を見せて涙に肩を震わせるのであった。気配に目覚めた董卓、見ると呂布が立っている。驚いて身を起こすと、後ろには朝鮮がいる。思わず怒鳴った。わしの女に手を出すとは、二度と来るな。憤然とした呂布が出て行くと、董卓の婿の李寿に会った。呂布のただならぬ様子に事情を聞こうとしたが、一言答えただけでそそくさと出て行ってしまった。将軍、どうなされた？何があったのです？人を騙すのも甚だしい。呂布の八つ目と機嫌悪く病床から起き出した董卓。そこへ李寿がやってきたので事情を話すと、天下を伺おうとする閣下は将軍を手の内から逃してはなりませぬ。将軍が心変わりしましたなら大事はなりませぬぞ。どうしたものであろう、と董卓。しばらく考えていた李寿が、明日呂布を召しましょう。財宝を送っていたわりの言葉をかけてやればなんとかなりましょう。董卓がうなずく。あくる日、董卓は呂布を呼び、金十金、二匹の反物二十匹を与え、この頃わしはどうかしておるの。昨日は貴公に失礼なことを言うてしまった。忘れてくれい。呂布は贈り物を受け取ると、董卓の見えすいたやり方に舌打ちした。病癒えて董卓が朝廷に出仕する。呂布が矛を携えて従う。しかし呂布の心は朝鮮を思うことしきりである。議事が終わって検定が董卓を捕まえ長話になる隙を見た呂布、今こそ朝鮮の真意を確かめようと、呂布は密かに宮門を出ると、朝鮮のいる官邸めがけて馬を飛ばした。矛を引っ下げたまま、呂布はまずまっすぐ朝鮮を訪ねた。朝鮮は呂布に口を開かせず、裏庭の宝義邸のところでお待ちになった。庭に出てきた朝鮮は、まるで待ちかねた愛人を見るように呂布を見つめ、将軍のところに嫁ぐと決めたあの日から、私本当に幸せでしたわ。それがまあ董卓閣下の一時の慰み者にされて、と泣き崩れる。すぐにも死にたかったのです。でも愛おしいあなたにお会いもせずにと思って、今日こそは何の思い残すこともございませぬわ。庭の蓮池に身を投げようとした。慌てて呂布が抱き留める。もしもこの世であなたを妻に迎えることができなければ、もはや男ではござらぬ。朝鮮が思い詰めたように、一日先週の思いで将軍がお助けになるのをお待ちします。ダメならこのまま死なせてください。呂布は思い惑う。同時に董卓が帰ってきはせぬかと気もそぞろである。今宮廷を抜け出してここに来ておる。いつ董卓めに疑われるやもしれん。と呂布は階段に片足かけた。朝鮮が引き止める。そのように恐れていては、私はいつまでも檻の中ですわ。よく考えようぞ。私将軍の名は早くに存じておりましたが、お会いしてからはこの世で一番頼もしいお方とお慕い申しておりました。それがあの董卓を恐れておいでになるとは。呂布ははにかんだ。矛を置くと身を翻し、朝鮮を抱きしめた。検定との話を終えた董卓は、呂布がいないのに気がついた。急いで戻ると、門の前に呂布の馬がつないである。疑心が広がった。呂布を見たか。中にお入りです。中に入ると奥に通ったという。奥の部屋に行ったが誰もいない。朝鮮と呼ぶが答えはない。二女に聞くと、裏庭においでですと言う。庭に出てみると呂布の矛が立てかけてある。
見回すと呂布と朝鮮が宝義亭で何事かささやき合っている。董卓は大声を上げると駆け出した。大胆な逆賊め。董卓の姿を認めた呂布は思わず朝鮮を置き去りにして逃げ出した。董卓が呂布の矛を取って追いかける。腹の出た董卓ではとても追いつけない。董卓は呂布めがけて矛を投げつけた。呂布が手で叩き落とす。再び董卓が矛を拾い上げて追おうとした時にはもう呂布の姿はない。呂布が庭のくぐりを抜け出たところで李寿に出会った。呂布は一声叫んで狂ったように突っ走る。何事ならんと李寿は庭に向かって駆け出す。将軍いかがなされた。閣下に殺される。李寿が庭のくぐりを抜けようとしたところで追いかけてきた董卓とばったり。二人は仰向けに倒れた。太った董卓はなかなか起き上がれない。李寿は慌てて助け起こししきりに謝る。慌てておりまして平にお許しを。して閣下はまた裏切り者がわしの女に手を出しおって。二人は書斎に入ると李寿がたかが女のことです。呂布は腹心の優勝ではありませぬか。この際朝鮮を賜ったらいかがです。きっと呂布め恩に報いて働こうというものです。もっともよのう。もう少し考えさせてくれ。この時李寿がいさめ申したたとえに絶影の会というお話があります。昔孫宗王が諸侯を集めて夜の宴を開きましたところ、一陣の風が燭台の明かりを吹き消しまして、あたりは真っ暗。酔った紛れに一人の男が王の愛称に抱きつきました。女は男の冠の王、すなわち栄を引きちぎり王に知らせます。王はとっさに並み居る諸侯の冠の王をすべて切らせ、さて明かりを灯させたものです。ついに戯れた男は分からずじまいとなります。後に宗王が秦の兵に囲まれた時、一人の武将が外から切り込んで無事に宗王を助け出しますが、自らは瀕死の深手を負いました。この武将こそ愛称に戯れた男で、その名を章勇と申します。章勇は宴席での過ちを宗王の機転で助けられ、その恩をこうして返したのでありました。董卓は朝鮮に、そなたなんで呂布に通じたのじゃと責める。朝鮮は泣いて訴える。はい、庭の花をめでておりましたところ、突然将軍が おいでになりました。私部屋に戻ろうとしたのですが、将軍は矛を持って宝義亭まで追ってまいりまして。それで？はい、私を抱こうとしますので池に身を投げようとしました。そこへ閣下がお見えになって。おい、六個目ちゃんいらっしゃいませ。今、そなたを呂布にくれてやると言うたらどうする？と董卓。私、閣下のものですわ。あのような男のところに行くのなら、私、死なせていただきます。朝鮮は壁にかけてある剣を取り、喉をつこうとする。董卓が慌てて止めた。冗談じゃ。本気にするな。一日おいて李寿が董卓を訪ねてきた。本日は吉日にございます。朝鮮めを呂布にお下げ渡しくだされ。わしと呂布とは仮にも親子の間柄じゃ。それでは大義名分が立たぬというものよ。と董卓。気の変わった董卓を見て李寿が、閣下、女ごときに惑わされますな。と言いかけた途端、董卓は恥ずかしさがこみ上げて怒りに変わり、李寿を罵る。二度と申すな。この次はただでは済まさぬ。その日のうちに董卓は朝鮮を連れて美雨城に帰った。百官が見送りに出る。朝鮮は馬車の帳を上げると呂布の姿を見つけ出し、顔を覆って泣き出す風情。呂布の心は割れんばかりである。董卓の後列が行ってしまうと、見送りの百官も引き上げた。呂布は小高い丘に登って遥かに朝鮮の馬車を望む。呂布がぼんやりしていると後ろから声をかけられた。見れば王院である。近頃病に伏せって表に出ませなんだが、今日は閣下のお見送りに参じました。将軍はまた何かお悩みのご様子じゃが。
実は長生のことが心にかかって。何？まだ将軍のところに参らぬと。馬を降りると呂布が嘆いた。あの老いぼれに奪われました。王院は、そんな、信じられませぬ、とすっかり驚いた様子。呂布が今までのことを面々と訴える。王院は、明けに取られたような顔をして言う。閣下が、そんな獣のようなことをされる。王院は呂布を伴い屋敷に帰った。さて酒を進めながら、我が娘を恥ずかしめ、将軍の妻となる人を寝取るとは、我らに大恥をかかせましたな。さらに追い打ちをかける。年寄りの私はまだしも当世随一の英雄である将軍にも恥をかかせるとは無念です。呂布が意を決した。必ず切ってやる。奮撃した呂布を見て王院が言う。老人がいらぬことを言うたばかりに、将軍、怒りを押し詰めください。だが呂布は収まらない。さらに罵ろうとする呂布の口を王院が抑えた。これ以上は仰せあるな。災いがこの老人にも及びまする。呂布が、道卓とは仮にも親子の間柄、奴を倒せば世間の口がうるさいの。王院はかすかに頬をほころばせて呂布にささやく。矛を投げつけたとき、閣下に不死の情があったでしょうか。性も違うのですよ。大臣の教えなくんば、身を誤るところでした。王院がとどめの一言。国のために奸賊を除けば万世に名を残すことになりましょう。しかし一つ間違えば大化を招きますぞ。呂布は剣を抜くと己の手から血を滴らせ誓いを立てた。王院は長身子孫髄と講演を呼ぶと董卓暗殺の計画を打ち明け連日のように相談した。美宇城に行って疑われずに董卓を呼び出せる男、この人物探しに手間取った一人いた。同郷の吉見で呂布を董卓に寝返らせた李粛である。呂布に李粛を呼び出させましょう。李粛は恩賞のことで董卓を恨んでおる。この役目はうってつけじゃ。李粛がやってきた。呂布と王院がこもごも語る。董卓は君を欺き、秦を脅し、民百姓を殺害し、その悪行は数知れぬ。李粛殿、一つ美宇城に詔勅を届け、董卓を誘い出してはくれぬか。李粛は同意した。はい、董卓を除くことは考えていたが、同心の者がいなくて。翌日李粛は実数期を従え美宇城に向かった。詔勅と聞いて董卓が招き入れる。李粛が、天子には病家たまい文武百官を集め、この際御位を閣下に譲りたいとの仰せ、ここに詔勅を持参いたしました。王院は何と申しておるのじゃ。はい、上位の段を用意しお待ちしております。董卓は全く疑わなかった。腹心の武将李鶴、各氏長斎範中に城の留守を預け、老母に挨拶する。そして朝鮮に、わしが天使となればそなた公妃ぞ。朝鮮も調子を合わせ、嬉しそうに深々と頭を下げる。すべてはうまくいった。董卓は馬車に乗り、長い後列を従えて長安に向け出発した。城の城門では百貫が出迎えた。ただ一人李樹が病気で姿を見せなかった。董卓はまず官邸に足を向けた。呂布が挨拶に来た。董卓が、わしが天使の位についたらの、そちを天下の兵馬を司る全軍総督にしてやろう。呂布が平伏し感謝した。明くる早朝、興奮気味の董卓が参内する。剣を手にした李粛が従う。沿道には清掃した百官が出迎える。宮門まで来ると行列の軍兵はすべて門外にとどめ、馬車につく24人の者のみを従えて進む。宮殿の入り口には王院らが皆剣を手に待ち構えている。はっとした董卓が李粛に聞くが答えはない。なぜ剣を手にしておるのか。王院が叫ぶ。逆賊来たる。兵よ、伊豆国かある。
左右から百余の兵士が飛び出し、剣と槍を手に董卓に突きかかる。だが董卓の身につけた鎖片びらに阻まれて差し通らない。そこへ腕に手傷を負った董卓、馬車から転げ落ちた。悲鳴を上げ呂布に助けを求める。声に応じて現れた呂布、大声に叫んだ。直によって逆賊を撃つ。呂布の繰り出す矛は董卓の喉を差し貫いた。呂布が小勅を取り出し読み上げる。天使の命により俗臣董卓を撃て。他の者は一切お構いなし。兵らは一斉に歓声を上げた。時に董卓は54歳、諸平3年西暦192年4月22日のことであった。王院はまた董卓の婿李重を殺させ、さらに呂布に5万の兵馬を与えて、美雨城にある董卓の一族とその財物を抑えるよう命じた。美雨城の留守を預かる董卓の腹心李覚郭氏らは、董卓が殺され呂布の兵がやってくるというので、楊妃に次いで西の領州に落ち延びた。この領州っていうところから来たんでしたっけ、董卓って。呂布は美雨城に入ると真っ先に朝鮮を救い出した。そして董卓一族を皆殺しにし、蓄えられていた金銀財宝を数千台の車に乗せて長安に送ったのであった。以上で連環の計は終わり。一応これは三国時代ですけれども、今まだ三国になってないので五漢時代ではあるんですけど、とりあえずこれちょっと見ますね。今曹操がいるのはここですね、小県、この辺、この廃っていうところが、もともと漢の高祖の劉邦が住んでいたところですね。それから今領州っていうのが出てきましたね。あと都ですね、長安。長安がここにあるんですね、長安、ここ。で、洛陽はこっちですね、ここ。河南。ここからこのくらい。で、領州っていうのはもう、領州はですね、ここ、領州、ここが領州ですね。もう、西域の方ですね、敦煌とかがある方。この辺が領州。それからあとはそうですね、孫権の住んでいるところもお住まいですね、長さんの大主って言ってたので、私ねずっとね五だからね、五ってこの辺なんですよ、ここが五なんですけど、五っていうからもう海っ端の方に住んでると思ってたんですけど、そうじゃなくて長さだからこの辺ですね、長さの大主、まあ慶州というところですね。なのでよく前漢のあたりだと調査っていうのはすごく皮質の地、言いにくいな、皮質の地、いやしい湿気の多い土地と言われて、ここに赴任をしたら長生きできないとか、まあ、めちゃめちゃなこと言われてたところですね。だいぶそれから変わったと、状況は変わったのかなと思いますけど、まあそんなわけでございます。あとはそうですね、定山ですね、定山、中山っていうのがここですね、中山さん、みんなの大好きな中山さん、旧趙の領土ですね、その隣が定山というところで、ここも旧趙の領土で、中山西王っていうのはここの中山ですね、ここが中山、定山っていうのは支流のね、趙雲の出身地ですね。以上でございます。